アンナカレーニナドルストイ前回の続きからですその時アガオヘアがジャムを持って入ってきたやあアガオヘアミハイロブナ とオブロンスキーは自分のふっくりした指の先にキスしながら言った。あなたの作った鳥の燻製は大したもんですな。そして薬草入りの酒も、時にどうだね。ゴッゃャ、もうそろそろよかないかね。と彼は付け加えた。両ょは裸になった森の梢に沈みかかった太陽を窓越しに見合った。 もういい」もういい、と彼は言った「グジマ、馬車の支度をしてくれ」と彼は下へ駆け下りたオブロンスキーは下へ降りると自分で漆塗りの箱から木綿のサックを丁寧に取って蓋を開け新型の高価な猟銃を整え始めた これは大したたにありつつけけるぞと書きつけたクジマーはフジェパン・アルカージッチのそばを離れず靴下や靴を履かせにかかったオブロンスキーンも好んでナスがままに任せた「こっしゃもし商人のリャービニンが来たら僕は今日ここへ来るようにと言っといたんだが中へ通して待つように言いつけてくれないか」。 じゃあ君は、リャービニンに森を売るのかね。ああ、君は一体あの男を知っているのかい。そりゃ知ってるとも、僕はあの男と取引をしたことがあるんだよ。断然、決定的にさ。オブロンスキーは笑い出した。断然、決定的には、この商人の好んで使う言葉であった。 いやあの男の話ぶりは呆れかわるほど滑稽だよ。こいつご主人がどこへ行くか悟りやがったな。ラスカを片手で叩きながら彼はこうつけ足した。犬はひいひい言いながら両瓶の周りに絡みついてその手と長靴と猟銃をなめ回していた。二人が外へ出た時 馬車はもう入り口階段のそばで待っていた。相当多くないんだけれど僕は馬車の用意を言いつけたよ。だが歩いてゆくかね。いや車の方がいい。とオブロンスキーは馬車に近寄りながら言った。彼は腰を落ち着けて両足を虎の皮の膝掛けでくるみ葉巻をふかし始めた。 一体君はまき、ね、ってやつは単に楽しみというばかりじゃなくて楽しみの頂上であり象徴でさえあるんだよ。これこそ人生だ。実にこんな風の生活がしたいものだな。そうするのを一体誰が邪魔してるんだいとリょうビーは微笑みながら言った。 いや、君は幸福な人間だ。好きなものをみんな備えているんだからな。馬が好きなら馬もあり、犬が好きなら犬もあり、それに漁もやれば農場もあるし。それはね、僕があるものに満足してないもののことをくよくよしないからかもしれないよ。キチンのことを思い出して、り瓶はこう言った。 オブロンスキーはその意を悟って彼の顔を見合ったが何にも言わなかったオブロンスキーがいつもの勘で自分がシチェルバッキー家の話を恐れているのに気がついてその話をしなかったことに対してリョービンは密かに彼に感謝していたが今はもう自分を苦しめていることを知りたくなかったけれども自分から言い出すのをはばかった 時に君の方はどうだね。自分のことばかり考えるのは良くないと考え直して、両ンはこう尋ねた。オブロンスキーの目は愉快げに光り出した。君は一定の食料があるのに丸パンを欲しがっていいなんてことは、決して認めないだろうね。君に言わせればそれは犯罪なんだから。 ところが僕は恋愛なしの人生を認めないんだよ。と彼は両敏の問いを自己流に解釈しながら答えた。なんとも致し方がないさ。僕という人間はそういうふうにできてるんだからね。それに全くそのために他人を傷つけることはめったにないし、僕はとても楽しいんだから。何かね。 また何か新しいのができたのかいとリョは尋ねた。できたんだよ。君、ね君はオシアンの女のタイプを知ってるだろう。夢にさえ見るようなやつをさ。ところがこいつが現実にも存在してるんだ。こうした女は恐ろしいよ。一体女ってものはいくら研究しても、その度に全く新しい存在だね。 じゃあいっそ研究しない方がマシだよ。違うある数学科が言ってるじゃないか心理の喜びは発見でなくて探究にあるってさ。両敏は黙って聞いていたがいくら努力しても友の立場へ移っていってその感情を介しそういう女を研究する喜びを理解することがどうしてもできなかった。 猟状はまばらな箱柳の林の中を流れている小川のほとりであまり遠くなかった林のそばまで乗りつけると両瓶は馬車を捨ててもう雪の溶けてしまっている苔むした泥っぽい空き地の一隅へオブロンスキーを案内していったそして自分は別の片隅にある たまたの白樺のそばへ戻ってきて、低い枯れ枝の股へ銃を立てかけ、カフタンを脱ぎ、帯を締め直して、手がどれだけ自由に動くか試してみた。彼の後からついてきた灰色の老犬ラスカは、彼と向かい合わせに用心深くうずくまって、きっと耳をそば立てた。太陽は、 大きな森の陰に沈みがか,かっていたそして箱柳の間にところどころ混じっている白樺が今にもはち切れそうに目を膨らませているしだれ枝を夕映えの光の中にくっきりと浮き出させていたまだ雪の残っている茂った林の中からはまだおぼつかなげに曲がりくねって細々と流れている水が かかすなせせらぎの音を立てていた小鳥どもは声声にさえずり立てながら時折木から木へと飛び移っていた新感とした静寂の合間合間に凍った土が溶けたり草が伸びたりするためにずれて動く去年の紅葉の傘こそとなる音が聞こえた「こりゃどうだ 草の成長するのが耳に聞こえたり目に見えたりするわい針のように尖った若草の目のそばで石筆色をした湿った箱柳の紅葉がひっくりと動いたのを見つけて両瓶はこう独りごちた彼は立ったまま聞きすましていたそして足元のジメジメした焦げ深い地面や 耳をそば立てているラスカや目の前に低く海のように広がっている冬替えのあらわな森の梢やところどころ白雲の筋を引いて黒ずんでいる空などを眺めるのであった。